皆さんこんばんは。今日は、ちょっとね、ステイホームのね、ステイホーム皆さんしてますか？家でですね、過ごすために、皆さん快適なね、こう生活をですね、するために、いろんなこうアイテムをですね、買ってると思うんですけど、私も、やはり、40代半ばになってきましたので、ね、加齢臭を消すために、こう、匂いを、まず良くしないと、私もね、部屋でちょっと倒れてしまうんじゃないかなっていう感じもありつつ、まあ、家に帰った時にね、すごくこう、いい匂いで帰ってこれるっていうのが、星さんも言ってましたのでね、星さん言ってたかな？いや、わかんないけど、占いで言ってました。ということで、まず家に帰って玄関はすごくいい匂いで迎えようねっていうことで、いろんなものをこうね、試したいなと思ったんですけど、もう私、オフランス製のですね、1961年生まれの、TikTok じゃなくて、DipTik ですね。はい。こちらの方をですね、今日ご紹介してみたいなと思っております。ディフューザーですね。はい。アロマとかではなくて、この機械、ちょっとね、中身開けてみたいと思うんですけども、高級っすね、この金色の立体感。わかります？わからないね、動画からね、この立体感ね。箱だけでもすごくね、iPhone のケースかなっていうぐらい、すごく立派ですよ。匂いはしないですね、これにはね。はい。で、説明書がまずね、こう入ってて、私が嫌いな説明書がね、いろいろ書いておりますが、とりあえず、読まずにいっちゃいましょう。多分、わかるかなと思います。で、中身ですね、こんな感じの、なんだろう。裏側に、なんかファンみたいなのがついてて、表側はこの金色のですね、ボコボコっとなった。なんだろう。なんか、いろんなね、シャーロック・ホームズの暗号みたいなやつが書いてますけどね、ここにね。で、これをこう、タッチパネルなのかな？わからんけど、この辺をピュッと押すと、スイッチオンになって、で、4時間だったかな？持つみたいです。で、こちらがですね、後ろにコンセントのね、挿す項目があるんですけど、この中身を開けるとね、こんな感じで、各国に合う、アメリカとかアジアとかね、まあ日本とかっていう感じで、コンセント口が、3つ用意されてるので、まあ、ワールドワイドになってるよと。日本仕様にしたらいいのになって思うんですけど、これ多分こう世界的に出してるやつがこれ1つなんでしょうね。全く使い道ないやつがね、2つぐらい余っちゃいますけど。この分なんか安くするとか何かしてくれたらいいんですけどね。まあ、もろころ海外製だよねっていう、このね、よくあるパターンのやつです。ドローンも昔こういうタイプでしたよね。昔のね、コンセントとかも。で、これをここに挿して回す。ここに、なんか自分でも作りそうななんかが、あれですね。ファンが搭載してるだけですね。で、ここに、このカプセル、匂いのカプセルを入れるということで、このカプセルもね、9種類あるらしいので、その日の気分で、このカプセルを変えて、匂いを飛ばすことができるよ、という感じなんですね。メイドイン PRC って書いてますね。どこだ ?PRC って。メイドイン PRC? 来たもんな。中に書いてますね。はい。ってことで、この匂いなんですけども、ベ。一番人気のベです。ベ。はい。中身開けてみましょう。ベ。これも、すでに、ベの香りがしますね。もう中身からもう、ベが漏れちゃってますね。いい香りだ。ということで、こちらはですね、ちょっと開封してみたいんですけど、まあこれ別に普通にハサミで切りますけどね。こういうのはね、なんかね、丁寧にね、切っちゃいますけどね。で、このカプセルが、一つ5000円ぐらいですね。5000円ちょいになってまして。で、このカプセルを、まあ、この中に、わ、すごい。ベの匂いですね。皆さんぜひ、ベを匂ってみてください。で、これをこの中にセットして、で、カバーかけて、スイッチオン。すれば、もうこれで使えるよと。
で、このカプセルね、ずっとここ電源入れっぱなしで何時間使えるのっていうことをメーカーで書いてるのが一応40時間っていうことを表記してますね。で、このセットしたままで置いとくと約3ヶ月持ちますよと。でも、スイッチ入れるんだと思うんですけど、普通は。なので、このまま放置したままってはしないと思うんですけど、多分変えて置いといてっていうことのなのかな。うん、そういうことみたいですね。で、このカプセルが、室内で最大18ヶ月か。え ?18 ヶ月なのか8ヶ月かよくわかんないけど、なんか1がすごい小さいですね。18ヶ月なのかな ?18 ヶ月保管することができますと。結構持ちますね。でもそれまでに結構使っちゃいそうだなってなるんですけど、すごいですね、これでも匂いが、香りが。めちゃくちゃ高級な匂いしますよ。で、ここセットして、こうですね。はい、カチッと言います。で、壁に挿して、オンっていう感じです。はい。ここのコンセントの部分なんですけど、このロックってすごいこれね、回しづらいんですよね、正直。で、これなんか挿すと、実際のところ斜めってるんですよ。だけど、これを思い切ってこう、グッと回したらカチッって言うんで、これで OK みたいですね。これだったら、もう、正常にまっすぐなってるので、まあこんな感じになるわけです。はい。じゃあですね、今からこれを実際刺してみたいと思いますのでね。はい。ちょっと待ってくださいね。じゃあこれを刺してね、一回ちょっと嗅いでみたいんですけど、コンセント刺します。で、今ね、これちょっとつけてみて、で、こう全面に LED とかなんかないので、めっちゃ嗅いでますね、匂い。ファンがね、ニューンってね、音するんですよ。それで判断するしかないかなっていう感じですね。いい匂いするねー。はい。ということで、ね。設定は至って簡単です。もうほんと、カチッ、カチッって若干音するんですよ。で、落として、で、ファンの音が回るっていうのを感知するのみですね。もうちょっとなんか LED とかつけてくると分かりやすいんですけどね。はい。で、今日はですね、このディップティックっていうのと、この香りのね、フレグランス、ベを紹介しました。うん。これで、あ、これ、普通に入れてなくても結構匂いますね。これで、あなたも香りのプロというふうになりますのでね、このオフランス製の匂いでぜひ、このステイホームを乗り切ってください。ということで、こういうね、また香りとかも紹介してみたいんですけど、私もカメラ以外のものをいろいろね、紹介していきたいので、ぜひですね、これも面白いなって思ったら、チャンネル登録といいねをぜひ押していただいて、また私のチャンネル登録よろしくお願いしますっていうとこと、あと更新も、楽しくお待ちください。それでは最後までご清聴ありがとうございました。